で多分俺が抱えている猛烈な違和感は、その集団の普通だと思ってるのは多分全然普通じゃない。だって東京なんて地方から出てきた人の方がマジョリティじゃないですか、うん、実はなんか内部で共有されてるべき普通っていうのが多分みんなが思ってるであろう東京の普通と多分ずれてるんだけど、それを違う普通に合わせようと思ってみんながちょっとずつ気遣ってんだなって今聞いてて思ったんだけど、うん、はい、こんばんは、ウィークル落合の時間です。落合さん、なんでそんなにモヤモヤしてるんですか？でもなんかさ、うん、僕一応大学の先生だから、はい、なんか学生の指導とかするじゃない。でも論文の指導とかいいですよ。つまりできることを伸ばすことはあるんですけど、ただなんか例えばなんか退学したいとか、なんか お家の都合で学校行けなくなってきちゃったとか、うん、なんか最近出席が来てないとか、まあ、そういうことも面談するわけじゃないですか、うん、そういう話を聞いてると、まあいろいろな課題っていうのがこの社会にはいっぱいあって、うん、毎年それをね、こう聞いてると、うん、あ、なるほど、なんか大学生ぐらいになると人生いろんなトラブルにも巻き込まれるし、うん、ご家庭のトラブルっていうのは千差万別であって、うん、東京の都市の中で学んでることを地方の都市で学んでる子も違うし、かつその中から飛び出してきたと思っている子が地元のしがらみによってまた戻されていくこの工程みたいなのをどうやって例えば資金的に補助するかとか、なんかこんな方法もあるよとか言ってる自分が虚しくなったりするんですよ。あーね、あーね、ずれてるみたいな、うん、落合さんみたいに六本木で生まれてね、ずっとさ、ちっちゃい頃から銀座とかばっかで買い物してとか、そんな人ほとんどいませんからね。でもなんか六本木の小学校とかだと、ダイバーシティ高いんですけど、いろんな職業 の、うん、方々がのお子さんがいるんで、それは家庭のダイバーシティ高いんですよ。でも、はい、ただやっぱ全然いわゆるね、地方都市もしくは地方のところで抱えている、うん、いわゆる教育っていうことに目も当たらないような沼みたいなものってあるじゃないですか、はい、うん、でああいうこととかはね、やっぱりなんか大人になってそういうこと子たちとすごい対話する中で、うん、見つかってきたこともあって、うんうん、そういうところは果たしてなんだろう、向かい合わずにして体得可能なのだろうかみたいなことは逆にもやっとしてる、うんうん、今日はそのモヤモヤを全部ぶつけていただければなと思います。それでは7人に1人の子どもが、ね、貧困状態にあると言われる日本において、この教育格差の問題を皆さんと議論していきたいと思います。早速今夜のゲストをご紹介いたします。お一人目のゲストが NPO 法人キャンバスの石戸奈々子さんです。はい、よろしくお願いします。石戸さんは子どものデジタル絵本であるとか、そういったデジタル系も中心にいろいろなことに取り組んでいらっしゃいますよね。そうですね、はい、私自身は、うん、その貧困とか、うん、所得や地域による格差というものが専門ではないんですが、うん、ただ教育格差を是正する最大のキーワードはデジタル化だというふうに思っているので、うん、デジタル教育をずっと推進してきました、うんうん、そのあたりの話をぜひ後でお聞かせください。よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、続いてクリムゾングローバルアカデミー日本代表、足長育英会理事の松田祐介さんです。よろしくお願いします。お願いします。 Teach for Japan もね、代表されていらっしゃったんで、そうですね、この問題は結構リアルにお詳しいと思うんですけど、はい、どんな問題意識をお持ちですか？まあ、ずっとLearning for っていう団体であったり、 Teach for Japan っていう団体で、うん、まあ、学習支援から厳しい状況にいる子どもたちの教育環境を是正するために、うんうん、まあ、なかなかそういった地域でね、積極的に先生やりたいっていう人たちが少ないんで、うん、まあ、そういったところに思いがある優秀な先生を送っていくっていうことをずっとやってきたんですけれども、うんうん、まあ、自分がなんかすごくその活動をまあ10年近くやってきてで感じたことは、やっぱこの問題って非常に共感されにくい、されにくい、逆にされにくいんですよね。例えば数字で見てもとか、うんうん、やっぱりなかなか東京にいる人たち、自分がそういう生活をしてこなければ、うん、なかなか数字として理解しちゃって、うん、あ、本当にあるのかなみたいな疑いもあるし、うん、自分とちょっと違った問題にしちゃうんです、まあ、分断みたいなものが起きてしまっているので、多分この課題っていかに、なんかこの問題をただに教育格差とか経済格差の話ではなくて、うんうん、もう少し経済の問題であったり国づくりの問題であったり、うんうん、そういう話にどう転換できるのかというのはすごくポイントなんじゃないかなと思ってますね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、はい、続いてリモートでのご出演となります、早稲田大学准教授の松岡亮二さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、松岡さんは、まあ、ドンピシャの教育格差という名著をお書きになっていて、もうこれ後ろ見たら分かりますね。はい、はい、これすごい話題になりましたよね。はい、あ、いや、まあ、落合先生の本に比べたら全く売れてないに等しいですけど、一応11刷り5万部になりました。すごい。今こういった本を書かれようと思ったのはどういった問題意識がおありなんですか？
そうですね、なんかやっぱり多くの人に理解されてないっていう気持ちが非常に強くて、うん、学術論文だけ書いてても、うん、なかなか政策議論みたいなところにも持っていけないので、うん、一人でも多くの一般の人々に理解していただければ、うん、政策的にも変えていかなきゃいけないんじゃないのかということにつながると思って、新書という形にしました。あとでデータも含めていろいろお聞かせください。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、リモートでのご参加になります。高校生のこれ活動家って書いてますね。長崎県立伊勢早高校3年生山部兄さんです。どうもお願いします。はい、初めまして。お願いします。こんばんは。はい、初めまして。お願いです。お願いします。ごめんなさい、お願いです。お願いします。緊張してないですか？私のすごい緊張してます。あ、してますか？はい、あとでちょっとお話聞かせてくださいね。山部さんのお話について詳しく、はい、よろしくお願いします。はい、じゃ最後に慶応大学医学部教授の宮田裕明さんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。宮田さんもまたデータもいろいろご準備いただいたと聞いてるんで。そうですね、各社の問題もデジタル化の一丁目一番地なので、はい、いわゆる後で議論としてこのあたりが合流できるといいなと思ってます。うん、はい、ありました、ありがとうございます。はい、ちょうど先ほど松田さんから共感が得られにくいっていうお話があったんですけど、そういった中で先ほど出てくださった山部さんがノートにですね、この割れ切った世界の片隅でっていう記事をコラムを書かれて、これがまあ2万いいね近いぐらい来ててですね、これ多いよ。すごい共感。ノートで2万いいねつかないですからね。落合さんの100とか200ぐらいですか？あ、もう200ぐらい200ぐらいですよ。その100倍ほど来たということで、うん、これを読んだですねニュースピックスパブリッシングの編集長の井上さんからぜひ取り上げてほしいということで今回の企画につながったんですけど、ちょっとこれ山部さん、このコラムすごい反響ですけど、なんでこういうふうに書かれようと思われたんですか？そうですね、一番最初のきっかけが、うん、私が結構教育政策とかに関わる官僚の方とか政治家の方とお話をさせていただく機会があって、うんうん、そこでお話をしているときに、うん、プログラミング教育をどうするかだったりとか、うん、書くことと話すことっていうそういう表現のバランスをどうやって取っていくかっていうような話をされているんですけど、うん、そういう話を聞いているときに公教育についての意見っていうのが全く噛み合わないだったりとか、うん、話が通じないっていうふうな感覚をすごく持つんですよね。うん、ちょっと待って、私の身の周りにパソコンを持ってる子たちって何人いるだろうっていうのだったりとか、そもそも書くこと話すことのバランスって言ってるけど、それ以前の問題でそれをしたこともないよねっていうふうなお話をしても、いやでもそれってマイノリティだし、あなたみたいな子が現状として今ここに来てるわけだから、やろうと思えばできるじゃんっていうふうなお話を聞いたときに、うん、なるほどっていうふうに思って、うん、その結構皆さんの普通っていうのが自分の周りの5人とか6人とかの平均値の普通っていうので結構いろいろなことを考えられてると思うんですけど、うんうん、実際に教育政策だったりとか社会の仕組みっていうのを作られてる方々の普通っていうのが、うん、その公教育でその地方とかだったりとかの日本全体の大部分の方と普通方の普通っていうのと結構違ったら、これは一生解決されないなっていうふうに思った時に、問題が格差なんじゃなくて分断なんじゃないかっていうふうにすごく思ったんですね。格差があってもそれがないっていうふうに思ってて、みんなが自分と同じような生活をしている、だからこそはぶれてしまう人を自己責任だっていうふうに思ってしまう、そういうふうな現状を変えたくて、その社会を作る側の皆さんにそういうふうな声を届けられたらなっていうふうに思ってこのノートを書かせていただきました。うんうん、前半30分は皆さんから山部さんにどんどん質問してもらいたいんですけど、落合さんどうですか？はい、山部さんに聞きたいこと。いやブログ拝見しててなんかリアリティあるなと思いながら見てたんですけど、なんか僕の中でさっきからずっとなんかこれ始まる前に言ってたのは、なぜこれがバズったのかわからないっていうのが僕のなんか率直な意見で、で、はい、それはなんか別にこの記事がなんかよく書けてないとかそういう話じゃなくて、僕が普段接するなんだろう教育上の課題とか、まあ、自分で本書いてて、例えばじゃあ SDGs の問題がなんで先進国に適用されるんだって言った時に、さっきみたいなグラフを見ながら教育格差ここがあって、でもこの問題っていうのはずっと同じようなことを繰り返してきて、その中で社会システムって一方向直したって一気に変わんないよねみたいな話をひたすら書いてるわけなんで、よくなんか僕の中で結構親しんだ話なんですよ。ただなんか自分の中ですごくなんかあれなのは、意外とそのことを知らないで大人やってる人って多いのかなと思いつつ、でもここにいる人たちってほとんど例えば大学の先生だったりとかして、なんだかんだシステムとしてはなんか対話するポジションにいるはずだと思うんですよ。でなんで なぜなんかそこの分断が起こってんのかっていうのを、本当は分断を起こらないように対話するような立場のに偉くなってなったはずなのに、対話をしないのか対話を見過ごしてんのか、なんかそのあたりの問題についてすごくねなんか考えてたずっと、
まず最初になんでバズったのかっていう話なんですけど、私自身も本当にただこれはその結構自分が校外活動界隈っていうか、その学校の外で起業とかしたりとかしてる友達に向けて、あの社会を作る仕組み、社会の仕組みを作る人たちに、そういう人たちがやっぱりこれからなっていくわけですから、そういう人たちに問題提起をしたいなぐらいの気持ちでして、本当に今80万人ぐらいの方に読んでいただいてるんですけど、それも完全に想定外だったんですよね。でもなんでかなっていうふうに思ったら、一番そのノートを出して一番衝撃的だったことが、1日に50人60人ぐらいの方々が、私もこのノートを読んですごくあの時の自分の寂しいっていう気持ちは自分だけの問題じゃなかったんだっていうのをすごく知れだから、ちょっと自分の反省っていうものをあなたに綴ってみようと思いますっていうふうなことで、いろんな方々の自分語りだったりとか自分のストーリーっていうのが届いたんですよね。それを見た時に、みんなその結構その社会階層の移動じゃないですけど、地方から東京に行ったりとかで、結構自分の中の普通と相手の普通が違って話が噛み合わないっていう風な感情を味わって、寂しさだったりとか孤独感とかを味わったけれど、それを共有できる相手がいなかった、共感してくれる相手がいなかったっていうことで、結構それが教育格差があるっていうことを今まで知らなかった方が多いのかなっていう風にすごく思うんですよね。教育格差、いやフィクションの中ではよく語られてる話で、であフィクションって、まあ、別に作り話じゃなくて、何それかな、あの当人はリアリティを持って多分書き手は書いてて、でそれが、まあ、ドラマだったりとか例えば漫画だったりとか、なんかそういうところが入ってくるところではよく語られてる話ではあって、でもそれに共感する人たちはきっと共感して読んでて、かつ多分 SNS とかにも、私この主人公みたいだったとかつぶやいてることもいっぱいあると思うんだけど、でそれをなお知った上 でその人たちはなぜそこに共感性をつぶやくに至ったんだろうって俺は思ってるんだよね。なんていうか、そのさっきから私は結構普通っていう言葉を使ってると思うんですけど、その普通ってなんか結構全ての善悪の基準とか正義の基準だったりすると思うんですよね。例えば家で、そのだからこそ、その普通っていうのが覆った時に、結構人々の中の生活とか性格とか全てが変わるんじゃないかなっていうふうに思っていて、だからこそ、なんかそういうふうな経験をしたのに共感してくれる人があまりいなかったっていうのは、多分すごく大きな経験だったんじゃないかなっていうふうに思います、いろんな人々にとって。なるほど、でも松田さんは結構理解できますよね。まあ、僕はまあ現場見てるんで、初めて理解できますよね。で結構その多分なんか僕ブログ記事を読ませてもらって思ったのが、あのおそらくその本当にこうストーリー性を持って、一つ一つのやっぱりデータで言われていることをちゃんと描写をして、何気ない日常と照らし合わせながらすごくつなげてるじゃないですか。でちょっとカミングアウトにも近しいようなテイストもあって、だから言っていいんだっていう、なんかその許しを得たような感覚に多くの人、まあそれがずっと潜在的にあったものが、やっぱり言うことによって自分は誰かに迷惑かけてるんじゃないかとかっていうことが多分ずっと今まであったんですよね。それが少しあの誰かがこうそのカミングアウトしてる状態を見て、あ、同じように勇気を持ってカミングアウト、まあ、LGBTQ の動きと完全に照らし合わせられるかどうか分かんないですけれども、あれもやっぱりカミングアウトからどん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 社会ムーブメントって始まったので、なんかそれを一つ象徴したような出来事だったのかなと思いますけどね、今回。そうですよね。山部さんが一番分断を感じたなって痛感した時ってどういう時だったんですか？そうですね、そのさっきの社会あの政治に関わっている方とお話しした時はもちろんそうなんですけど、その私のノートが少しバズる前に、二連彩香さんっていうその母校を買収された慶応の方の記事がすごくバズってて、それに、あのでもそれは恵まれてる人たちの話じゃないかっていう風な反応がすごく来てた時に、私は分断っていうのをすごく感じました。なんでかっていうと、その二連さんの姿っていうのが結構今の教育とかが目指してる像にすごく近いと思うんですよね。社会を変えていける個人っていうの でそれですごく理想に近いことをやっていて、社会全体がそのこういう風な人を作ろうっていう風に言ってるのに、それにもかかわらず、いやこういうことは普通の人たちにはできないって言ってる人々の多さには、私はすごく分断っていうのを感じましたね。いや、そうそうそう、いや、そこなんですよ。で、普通の人にはできないって言っている普通の人はきっとブログに共感してくれる人ですよね。はい、そうですね。そうですよね。そうだから、そこがなんか俺の中では結構違和感があって、そうなんだよね。で、その人たちは声を上げないのかと言われれば、声を上げないこともないんだと思うんだけど、何をしてるんでしょうね。
毎回全てを忘れて寝てるのかな。いやけど普通に考えると、うん、東京で育って東京の中高一貫校とか育った人が、うん、そういうのリアリティ全くないと思います。いや別にその人たちにリアリティはないんですけど、うん、あれにいいねをしてる人たちは、うん、みんな中高一貫校出身の東京の人なんですか。いやいやけど全国の人でしょ。ね、で多分押してるのはさっき言ってたような人だと思うんだけど、はい、うん、でなんかそこにねすごいねじれた違和感を感じて、この違和感を多分誰にも共有できてないところがよくわかんない。確かに どういう意味、えつまりなんだろうな、真面目に考えてる人にとってはああそうだねって言って終わる内容 でかつ真面目に考えてるふりをする人にとってはいいねとか押すんだけど、でも当事者にとっては当たり前のことが書いてあって、うん、でなんか当事者にとって当たり前のことが書いてあるにもかかわらず、なんか普段からそれを発信することに対してのさっきのカミングアウトっていう感じにすごく近いんだけど、うんうん、なんだろうな、それでもなんか普通のことが普通に書いてあったら逆に反応しねえんじゃねえかと俺は思ったりもするんだよね。あ今日さっきそのいろんな人がメールとか送ってくれたっていうふうに自分の環境がなんか言語化されたっていうかストーリー化されたってことが、うん、でもそういう人たちはいわゆる格差ものを扱ったような映画とか邦画とかハリウッドとか見ても何も心は動かないんでしょうかね、うん、それ動くんじゃないですか。動く、うん、なんかそれと同じ文脈で消費されてるってことですか。そしたらだってそれはなんかほとんどただの再生産というかコンテンツとして捉えられてる。でも多分あの問題っていうか、うん、一番面白いところは彼女がこうアクティブに世の中に存在してるってところを発見したってあたりのストーリーなのかなって思ってるんだけど、でもそのストーリーはそのストーリーで多分その大多数からすれば彼女の存在っていうのはまたちょっとだけ分断されてると思うんだよね、うん、山口さんどう思います。そうですね、なんかそのなんでそれがこんなにも広まったのか分かんないっていうことなんですけど、さっき言ったみたいにカミングアウトっていう観点ではすごくやっぱり大きいかなっていうふうに思っていて、結構そのなんて言うんでしょう、学校とかでもなんかすごくさっきも言われてたように平均値だったりとか、うん、みんなと一緒みたいな感じで、あの自分の弱みをさらけ出すことだったりとかが結構甘えっていうふうに取られがちなこともあるのかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、その環境的に一番最初からすごく格差があったっていうふうに言っても、それを自分が発信しようっていうふうに言ってもそれは貧乏自慢だろうとか、あの自分の力でのし上がってきたっていうことを言いたいのかっていうふうな批判がすごく来たりとかで、自分のバックグラウンドだったりとか、その自分が他の人と異なるっていうことを、うん、異なるじゃないですけど、その自分の、うん、背景言いづらいっていう風な風潮はすごくあったのかなっていう風に思っていて、その私がすごく驚いたのが、なんていうかすごくベンチャー界隈ですごく活躍されているような方々がすごく共感するっていう風なお話をすごくしてくださったことで、どっちの意味でその人たちがそういう経験をしてきたっていう意味で、それともなんだっけそういう子がいることに対して自分が何かしようっていう意味でどっちですか。いやそういう風な経験をしてきたっていうことです。あーなるほどね。そのはい、ノート自体がその私の目線ですごく語られてあるので、その相対的貧困って言われるような人々っていうか、そういうふうな子どもたちに共感したっていうよりは、なんていうか普通、あの自分の地元とかだったら普通で、自分、まあ、どちらかというとその勉強もできる方だったりとかしていたけど、どんどんなんか夢を叶えようっていう風にするにあたって、どんどん天井っていうのがすごく見えてきて、自分にできるのかどうかわからないっていう風な感覚に陥るっていう風な感じですかね、うんうん、それはすげえよくわかるんだけど、うん、なんつったらいいかな、なんかその話ってすごい学生と面談すると結構出てくる。特に地方出身の学生さんで、大体なんかあの結構頑張って成績をよく取った、あの別になんか実家がそんなに裕福でもない公立高校の子が進学してきた時に、私は地元から脱出できたっていう話で、その脱出ストーリーとしてそれを割と多く語られるんですよ。ですごくよくあるんだけど、それが横で共有されてないっていうのになんかすごく違和感はあるんだけど。横で共有されてないってどういうことですか。つまり隣の人と話し合えば、結構そういう同じ状況の人が東京の例えば大学とかに脱出してきたって自負がある人っていっぱいいると思うんですよ、うん、横に、うんうん、でもその人たちはそういうのを言い合ってこなくて大人になったってことなのかなとか。言い合うか。はい、そう思います。なるほど、うん、あ確かに。でもそれは社会的な分断では分断なのか、だからちょっとね、だから変なねじれだなと思って。別に恥ずかしいことでも何でもないじゃないですか、それと本質的には。なんかてか自分の身の振り方とか思ってきたストーリーの話をなんかあの互いに共有しないのかなっていう感じなんですけど、うん、なんでだろうなと思って。そうですよ、
あ、すいません、ちょっと全然違う話をしてしまうかもしれないね。いいですいいです、ごめんなさい、はい、さっきのその落合さんのなんでそれが共有されないのかどうかわからないっていうふうなお話だったと思うんですけど、うん、結構その東京に来るじゃないですか、うん、とかそういう東京に来たりとかしたら、その普通、マジョリティの普通っていうのがそのコミュニティの普通になっていくと思うんですけど、うん、その普通に同化しようっていうふうにする過程において、うん、自分の普通っていうのを脇に置かなきゃいけないっていうか、それに同化しないといけないっていう風な、うん、動きがすごくあるのかなっていう風に思って、ね、で県人会とかで集まったらなんか同調してない、県人会とかあんまやんないですよ、です、ね、やんないうちの大学めっちゃ県人会いっぱいある、行ったことないわ、筑波は結構、ま、なんか結構孤立してるからじゃないですか。あ、そうか、いやなんか失礼かもしれないけどそんな話ばっかりみんなしてるから分断を呼ぶ、いや分断を呼ぶ、分断を呼ぶことは、でも確かに県人会、いやいや分かんないですけど、でも多分 そこなんだと思うんだよね。今俺は結構問題の本質に結構近づいてると思ってるんだけど、多分横で共有されてなかった大人が自分で言えなかった世の中を作ってきたんだろうなって今話聞いてて思って、うん、で多分俺が抱えている猛烈な違和感は、その集団の普通だと思ってるのは多分全然普通じゃない。だって東京なんて地方から出てきた人の方がマジョリティじゃないですか、はい、多分入学時とか、いやもちろんそうじゃない学校もいっぱいあるけどね、はい、ただそうした時に実はなんか内部で共有されてるべき普通っていうのが多分みんなが思ってるであろう東京の普通と多分ずれてるんだけど、それを違う普通に合わせようと思ってみんながちょっとずつ気遣ってんだなって今聞いてて思ったんだけど、なんかそうだね、でもそれは変えてった方がいいと思うんだけど、多分あなたはきっと脱出されてどっかに行くんだろうと思うんだけど、僕は、うん、輝かしくで、ただその後どうしたいと思ってるんですか。私はもう海外で学びたいなっていうふうには思ってるんですけど、もう日本に貢献したいっていう気持ちしかないです。なんか最後にそういうような、なんかハッピーなプランを聞かせていただけると、どう貢献したいですか。なんかハッピーなプランっていうか、さっき の政治家の方とかのお話をしたと思うんですけど、その時にその自分以外の普通に対して寛容になれないとか、共感できないリーダーっていうのが増え続けることによって、こういうふうな居心地の悪さだったりとか生きづらさっていうのが生まれていくのかなっていうふうに個人的には思っているので、そういうふうに弱者っていうか、他の人の普通っていうものに対して寛容になれるリーダーっていうのを築けるような社会を私は作っていきたいなっていうふうにも思っていますし、あとは教育の観点になってくるんですけど、結構その学校でもなんか仲良く、みんなと仲良くしましょうっていうふうな、そういう理想の話だったりとか、学校内でも先生がやっていることってほとんど査定とか評価だったりとかして、その学校全体がなんていうか、その学校内の正義とかを使って査定とか評価っていうのをしていく中で、その学校の中での理想の人材を作っていくっていうようなものになっているのかなっていうふうにすごく思うので、それなんか多様性っていう言葉とはちょっと違うかもしれないんですけど、違っていいんだよっていうふうなことを主張できる社会とか教育っていうのを作っていく必要があるんだろうなと思います。なるほどね、うん、ダイバーシティ&インクルージョンですね、まあはい、対話の重要性はあるっすね。なんか合わせないといけない普通を意識させちゃうと大人黙るからね。ああよく分かる気はするけど、私が教育格差っていう点で一番重要視するべきだっていうふうに思っているのが、可能性の認識差とか可能性の格差っていうものかなっていうふうに思っていて、その落合さんの本とか読んでいると、1万点100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 点じゃなくて1万点取れる人材が求められるっていうふうに言われていて、そういうふうなお話とかを結構学校の講演会とかで聞いたりするかもしれないけど、学校教育の本質っていうか、私たちが一番過ごす時間が長い学校だったりとか家庭とかっていうものの常識が、その机に向かうっていうことが勉強だよだったりとか、その授業外でいろいろする時間があるんだったら勉強しなさいっていうふうに、その一番結構その民間の方々のおかげでいろいろ学校教育っていうか教育が変わりつつあるとは思うんですけど、一番長く接するコミュニティの正義がそこが変わらない限りは、私はあんまり何も変わらないんじゃないかなっていうふうに思って。山口さん、落合さんに何してほしいですか。その落合さん自身がそのゼロ百本だったりとかで結構その本当に民間に声を届けようっていうふうにされてる方がされてる姿勢がすごく伝わる方だなっていうふうに思っているので、そういうふうな感じでその新聞だったりとかテレビだったりとかっていうふう、そういうふうな一般の人々が出る見るメディアに
声を今まで通り届けていってほしいなっていうふうに私は思います。あ、ありがとうございます。いや、それはもうぜひ頑張っていきたいと思うんですけど、ぜひぜひ10年したらそういうところに届けるようになってください。はい、ありがとうございます。山上さん、今日はありがとうございました。遅い時間に、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。コロナっていうのはまさに世界中でその一つの今度転換の契機になってるんですよね。でそして日本もその契機のはずであったんですが、というのはいわゆるオンライン教育が入ってくることによって、まさに石戸さんがこれまでされてきたようなデジタルを使うことによって、今までのこの詰め込みにいわゆるこう3密に同じような教育をやっていたっていうところから、本来こうデジタルを使えばその数学が得意な子、苦手な子、物理が得意な子、苦手な子ってこう学習の進捗に合わせて学ぶことができたはずですよね。でさらにそこはデジタルになれば、今度はじゃあ教育の本質って何かっていうと、そのうちの一つは例えば一人一人に向き合って、今のような山上さんのようないわゆるこのその人が社会の中でどういう役割を持てるのか、あるいは何を学ぶとその人が豊かに生きられるのかっていうところに向き合うことに、ヒューマンリソースを割いていくっていうこのシフトが起こるべきだったんですが、残念ながら日本はそこにかなり厳しい状況があってですね、ちょっとデータを出していただければと思うんですが。